アンテナ線でも行けますか？じゃあやってみようか。はい、早速 5C の同軸ケーブル用意してくるくるくるっと回してすっぽん。残念、シールドまで取れちゃうね。そんなあなたにこちらの商品おすすめします。マーベルの同軸のケーブルストリッパー。こちらのストリッパーロックを解除してパックンちょっと開きます。そしてこの溝の部分に同軸を入れてグリ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  2,3 回回すと刃が入るよ。すっぽんすっぽん、中がこんな感じで向ける。そしていつも通りの段取りで接線を差し込み差し込みを申す。かゆいところに手が届く六角形の溝に入れてぐいぐい押し込んでペンチでつまむともう出来上がり。いいね。